はい、エンドです。バグハマップやってきます。で、タボールを使いたいけど、もう、スカエルになっちゃってるんで、一戦目はしょうがない。このままやっていく。で、5対5だけど、今人数が8人しかいないから、4対4だね。どうしよう。味方がラインを上げていないので、ちょっと、おぉ、もう来てるし。一人、めっちゃ突っ込んできてるでしょ。C4 を持ってくれてる人が後ろにいるんで、B 側のラインを、ここいたんだよな、いる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 。あー、回るか。裏、あと一人だよな。裏から回って、え？あれ？あ、俺が追ってたやつはやられて後ろに一人いたってことか。はい。つうことで、タボール使ってきます。この武器はアサルトライフルの中では一番威力が低くて、精度が一番高いんだね。こんな感じ。ああ、フルオート射撃しても結構、アイアンサイトが結構見やすいかも。っていう武器なんでね、結構素直な弾道でまっすぐ飛んでくんで、始めたばっかりの人にも使いやすい武器なのかなっていうふうに聞いてます。さあ、攻め側で。あ、右いるね。音が聞こえた。いた。よし、一人やって。4対2だから、このまま B 攻めちゃって。おっと、爆弾持ちが A の方に行ったが。おうよ、おおしゃがんでるよ、おじさん。おう、つうことで、全滅させましたね。びっくりした。しゃがんで待ってましたね。まあ今の見て分かった通り、ヘッド一発じゃないんでね。頭打って、二発目銅とかに当てないと倒せないですね。ああ、でも遠くでも結構まっすぐ飛んでくね。誰も C4 持ってかないんで、私が持って、で置いて、まず真ん中だな。ここが敵。うわあ、いきなりやられた。C4 置いといてよかったか。あそこ見てんだよね。もっと今回は絶望的だぞ。2対、1対5か。で、C4 拾って。あー！ハンドガン持っている。ちょっと厳しいか。スナイパーだもんな、しかも。スナイパーで1対5はもう、厳しいですね。もう一人やってく。さあ、どうする？おっと、人が、あー。ああ、あれか。ライフルについてるグレネード食らったんだ。はい、じゃあ気を取り直して3戦目行ってみましょう。どうしようかな。ここな、真ん中が重要なんだよな。ちょっとダメだ。グレを投げて、右からも確か敵出てくるんだよね、すぐ。あ、いるね。なんかグレ投げてるね。おっと、目の前にいた。取り合って、スモークの中を、おお、マジか。スモークの中をヘッドショット。すげえ。やられちゃいましたね。もうちょっとまだね、近距離でしか撃ち合ってないんで、タボールが強いのか弱いのかはよくわかんないけど、あーでも、倒す、殺し切るまでの弾数はやっぱり多いね。結構打ち込まないと倒せないかな。で、もっとこれはもう設置ができるね。設置した状態で3対2。おっ、いたいたいた。ここ負ける。AK か。相手も AK 持ってんのか。さあ、1対2になってしまった。おお、またスモークの中を。すげえな、相手。で、解除されましたね。やっぱ遠距離強いのかな、この武器。いや、でもな、距離減衰とかもあるから、中距離ぐらいで、やっぱ頭狙ってくる武器だと思いますけど。さあ、5戦目行ってみましょう。私は C4 持って、今度は左から A を攻めますと。あ、
真ん中やられたね。ここいるね。どうしよう。ちょっとこの距離だと厳しいか。スモークを投げて距離を詰めたい。味方のラインもそんな上がってないな。あれでも敵一人だな、もう。敵が一人だぞ。味方が詰めてくれるんで、設置場所入って設置しますか。と思ったら直してくれた。3対2ですね。ちょっとタボールがまだ全然どんな性能なのかわかんないぞ。もうちょっと打っていきたい。設置よりも、全滅優先でやりますか。あ、防衛か。あー、この真ん中ね。向こう覗いてるからな。あんま見たくないんだよな。なんで、この右からね、あいつを狙っていきましょう。スモーク焚いて。結構削られたな。で、後ろを警戒していく。スナイパーさんが見てくれてるんで、まあ、カバーできる位置にいましょう。一発撃ったね。いるね。いますね。右大丈夫か。お、一人やってくれた。残り二人。と、いないか。B 側、あ、でも B 側やってくれて残り一人。おー、なんか、ま、見えるぞ。美味しいとこだけ持ってく。オブジェクティブコンプリート。さあ、次はどこを守ろうか。やっぱね、真ん中大事だからな。ちょっと真ん中を今回も守っていきますか。このゲームさ、武器少ないんだよね。ハンドガンかデザートイーグル一丁ってどういうことだよ。もうちょっと弾数の多い武器を置いておいてほしかったな。USP なり、1911なり。ハンドガン一丁しかないんだよね。まあ、まだ出たばっかだから、しょうがないのかな。で、真ん中。お、いた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 。おー、あ、いいね。なんか素直に飛んでくね。この距離結構強いか。で、C4 落ちてるんで、相手が拾いに来るが、ここは俺が守ってる。もう相手削ってるね。適当に、同一で倒してく。あーはーはー。結構使いやすいか。まあなんか相手が AK とかだとちょっと中距離は厳しいかもしれないけど。まあでもヘッドちゃんと狙っていけば、全然いける武器だとは思いますね。今ちょっと使った感じ。最短できたらこのぐらいか。当たらない。で、スナイパーがいるんで、おっと、カバーをしていく。あ、いい、いいっすね。フルオートで結構当たってくれるから使いやすいな、これ。このアイアンサイトも、なんだろう、M416A5 よりは使いやすい。お、いた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 。打っていく。あ、いいね。フルオートでこんなにまっすぐ飛ぶんだ、これ。これはありだぞ。結構好きだな、この武器。ちょっと、次回これで、デスマッチ的なやつもやってみたいですね。で、2対5で相手1か。これはもう勝ちましたね。うん。適当に探して、倒して終了ですかね。うん、タボール結構いいと思います。ちょっともうちょっと使ってみたいんで、デスマッチやってみますか。